そう、小豆を使った枕は古くから高級品として愛されています。お値段なんと1万5000円。を奪う冷却機能がある種類の枕で体温変化を比べてみる。マジで？小豆はですね、乾燥しているように見えるかもしれないんですけども、他の枕の素材に比べて水分をですね割と多めに含んでるんですね。水は多くの熱を吸収する力があります。そう、つまり枕に触れている部分から体温が小豆枕の方に移動したってことなの。え、マジで？